しかし驚きましたね。田中がしかし従って前目の位置。横山1対1同点。さあこれで状況はイーブンというよりちょっと日本優勢。横山来い逆転、日本逆転。横山久美5試合連続またしてもピンチを救いました。何人抜きましたか今。これはすごいですね。マラドーナもびっくりの5人抜き。いやもう、そして何よりかにより日本逆転。冷静です横山。ちょっともうこれは解説の必要がないゴールですね。もう見てくださいって感じですね。同点ゴールのコーナーからの一連のシーンを手元のメモにきちんと誰から誰へとメモをしようとしていたらこんなすごいシーンが生まれました。もうメモいいや。70分後半の25分日本逆転に成功です。これは大きいですね。いや大きいなんて思うじゃないですよ、はい。